え、石川県の、え、大地震、え、能登のですね、大地震についてですね、まあ最近、その、え、地震が起こって、孤立した集落、こちらに対してですね、巨額の復興、 え、予算を使ってですね、インフラを元通りに直す。えー、これについてですね、意義を唱えている人たちがかなりいらっしゃるということで、これについて解説をしたいと思います。今ですね、どういう論点でそのお話がされているかというと、その特に、あの、道路とかトンネルとかが寸断されている奥能登地方なんですけれども、まあ、海岸線の道路がですね、崩落したりとか、トンネルが壊れて、 えー、通れなくなったりとかですね、そういったところがあるんですが、その輪島市とか、鈴市とかの都心部というか、街中は、まあそれなりに人口が密集をしていて、数万人クラスの 町がですね、形成されているわけですけれども、中山幹部にですね、かなり、その、5軒から10軒ぐらい、まあ、下手すると1軒、2軒しかないような集落っていうのが取り残されている。まあ、これについて、えー、巨額の、まあ、要は道路を作る、トンネルを作る、壊れた家屋、電気、水道、そういったものをですね、整備しなければいけないわけですけれども、これにはですね、道路だってもう多分、何十億ってかけて、えー、実はあれ、 直さなきゃいけないんですね。あの、僕らが、えー、北海道の大気町でですね、ロケットの基地を作ってるわけですけれど、そこまでのアクセス道路、まぁ、あ、長道だったり、道道だったりするんですけれども、こちらの方、えー、砂利道じゃなくて舗装してほしいと言ってもですね、やっぱ数億円、舗装するだけでも数億円かかるんですね。たったの、1、2キロぐらいの、えー、区間をですね、舗装するだけでそれだけのお金がかかる。めちゃくちゃお金かかるんです。えー、それはあ、当然ながらですね、 皆さんが払っている税金で賄われるわけですけれども、それを、まあ、かけて意味があるのかと。えー、たった5件、10件の、えー、限界集落をですね、今更維持することに意味があるのか。やっとやっとそういう議論がなされてくるようになったと思うんですよね。住み慣れた土地をですね、えー、追い出されるのはすごく、心が痛むとかですね、嫌だとかですね、言ってる気持ちに寄り添うとですね、何十億かか,かってしまうと。 気持ちに寄り添うだけで何十億何百億のお金が使われてしまうっていうのはですね、やはりちょっと僕は、あの、ものすごく国がね、あの、発展をしていて、右肩上がりに GDP が上がってますみたいな、税収も上がってますみたいな高度経済成長期であればですね、復興しましょうという話も出てきてもいいと思うんですけれども、今逆にですね、高齢少子化で税収が増えないと。 いうような時代にですねそこに壊れたインフラをですね再び直すというところに何十億というですねお金を使っていいのかどうかってぜひが、まあ、今議論されてるわけですねただですね僕あの言っておきたいのはですね私もどちらかというとそういったところの出身で田舎の出身で福岡県のやめ市ってところの出身なんですけど、まあ、市,町村市町村合併でですね7人口7万人ぐらいの市になっておりますが中産幹部ものすごい やっぱりり原価集落たくさんありますえただですね、もう、段階の世代という一番その人口が多かった世代がですね、後期高齢者、つまり75歳以上のですね、高齢者になっている現状の中でですね、実は、 コンパクトシティ化という、かなり以前から言われていた、その、本当五5件、10件、まあ、下手すると1、2件みたいなところに、電気だ、だの、水道だのですね、道路など、トンネルだのを作るのは意味がないというふうな議論がなされていて、強制的に移住させるべきだと、いや、それは可哀想だ、なんていう議論がずっとなされてたんですが、実は段階の世代が後期高齢者になって、自然に、えーまあ、山から里に降りてきてるんですね。えー、これはどういう現象かというと、 ま、例えばですけども、隣のおじいちゃんが、80歳のおじいちゃんがですね、突然その心臓発作を起こして死にそうになったと。救急車来るの待ってたら1時間かかったと。え、それで本当はね、早く救急車が来れば助かったのに、1時間もかかる、田舎に住んでるから助からなかったんだと。それを見た隣のおじいちゃん、明日は我が身だということでですね、あるいは子供たちに促されて、おじいちゃん、もう頼むから。 心配だから、あの、里に降りてきて、アパートにでも住んでください、というふうに言われて、えー、泣く泣く里に降りてくるっていう現象が実は今めちゃくちゃ起きてます。なんで僕はそれに気づいたかっていうと、近年ですね、えー、父親が亡くなりまして、えー、実家の整理を、えー、することになりました。まあ当然僕はその福岡県の山市に戻ることはありませんので、あの家も取り壊してですね、 えー、誰も住む人いませんので、えー、家も取り壊して、えー、実家をさらちにして、そしたら買い手がつくんです。僕びっくりしました。えー、まあ、遺産相続の件でですね、えー、私の父は7人兄弟でございまして、おじいちゃんからですね、あの、遺産相続を えー、分割てするわけですけれども、私の家というのはなぜかその末っ子の親父がですね、住んでいてですね、実家に。で、それ7分割されるとですね、住む家がなくなってしまうということで、ずっとそれなんかゴタゴタしてたんですが、なんとですね、死ぬ、うん、亡くなる3年前とかにですね、土地をまあ半分ぐらい売って、そこにアパートが建ってたんですけども、えー、これどういうことっていうふうに調べたらですね、なんと、 どんどん土地が上がってるんです。私の実家はですね、山間部ではなく、平地にあったんですね。えー、もともと、えー、陸軍のですね、特攻隊の基地をね、あの、造成中に戦争が終わったみたいなところで、山を切り開いて平地になってる。まあ非常にですね、あの、安定した。 え、土地だったんですけれども、高速道路のインターチェンジからも近いですし、最近はですね、九州新幹線もできて、新幹線の駅もまんま近いし、近くにですね、イメタウンというですね、ショッピングモールもあるということで、めちゃくちゃいい場所なんですね。で、目の前に県道が通っていてこ、これも幹線道路なんですけれども、非常にですね、国道も近いということで、非常にいい場所になってたんです。 うん、本当に、ど田舎かだと僕は思ってたんですけれども、ということでですね、それで、あの、相続問題も解決していて、私が単独で相続することになったわけですけれども、実際、あの、相続税が払えるぐらいの額、あまあ、相続税を払わなければいけないぐらいの額で売れたということで、めちゃくちゃ実は、田舎でも、 え、人口数万人程度の田舎の町でもですね、平地と山間部で、その山間部から平地に人がどんどん移り住んで、コンパクトシティ化勝手にしてるっていう状況なんですね。これはあの、日本全国にいることなんですけれども、田中角栄さんとかが首相だった頃ですね、日本国全体がですね、均、均等にですね、発展すべきであると。全国にですね、えー、ばらまき、か、あの、土木予算ね、建設予算がばらまかれてですね、え、ダムダの橋だのですね、トンネルなどの ですね、大量に作られたわけですけれども、まあその頃に作られたインフラ、どんどん老朽化していってる、メンテナンスコストも出せないぐらいですね、老,あの老朽化してしまってるところが多分この、 わじゃましだったり、珠しだったりですね、そういったところにもたくさん残ってると思います。あの、高度経済成長期であればですね、お金を出して再建をするということも可能だったかもしれませんけれども、僕はまあ、あの、本当不幸中の幸いじゃないですけれども、こんなきっかけがないとですね、多分そういったコンパクトシティ化っていうものの議論というのは、僕は進まないと思ってるんですね。 救援物資が届かなくて孤立してる集落の方々非常にお気の毒ではあるんですけれども、これを機にですね、もっとその都心部というかですね、そういったところにですね、薄り住まれたらいかがかなというふうに思います。ただですね、なんていうんですかね、こう、輪島港とかですね、土地がものすごく隆起して、元々の港が使えなくなってると。 この問題に関してはですね、僕はすごくなかなか難しい問題だろうなと思います。相当おき合いにですね、港を一から作る、あるいは今の、えー、和島港の下をですね、浚渫して深くするとかですね、いろんな方法を考えられますが、数百億、下手すると千億を超えるようなですね、お金が投入されなければいけないかもしれません。 これに関してはさらに難しい議論が必要になってくるのではないかなと、そういうふうに思っております。現不幸なんですけれども、コンパクトシティ化をですね、これを機にですね、進めていただかないとですね、えー、なかなかあ難しいのかなと、そういうふうに思いました。